1月15日午前の取引が終了しました。日経平均株価は上昇しております。先週末と比べて54円81銭高の 23,708円63銭で午前の取引を終えました。トピックス東証株価指数も 8.15 ポイント高、 JPX 日経400も 71.39 ポイント高とそれぞれ上昇しております。値上がり銘柄数は東証一部全体の約 59%、 1223銘柄、これに対して値下がり銘柄数は約 37% の754銘柄でした。1200対700ということで、かなり値上がり銘柄数が多くなっております。トピックス規模別株価指数もいずれも上昇、大型株指数がプラス 9.4、 中型株指数が 6.1、 小型株指数も 10.2 とそれぞれ上昇しております。今日は新興市場も堅調に推移しました。特に日経ジャスダック平均は今日最高値を更新しております。これまでの最高値といいますのは1990年の7月につけておりました最高値という水準でして、これを約27年半ぶりに更新したという動きであります。マザーズ指数も上昇しておりまして、11年4ヶ月ぶりの高値に戻してきたという動きであります。商い東証一部の商いはやや少なめと言っていいでしょうか。売買高は7億5500万株余り、売買代金は1兆2652億円でした。1兆2000億円レベルということですから、単純計算しますと、1日として3兆円には届きそうにないというペースで全引けとなっております。全体的に日経平均上昇して始まりました。で、先週末の欧米株高が追い風、特にニューヨーク市場ではダウ平均など主要産出が揃って最高値を更新と強い動きとなっておりまして、これが追い風となりました。日経平均株価一番高いところ、先週末と比べますと180円余り上昇する場面もありました。ただ一方で為替相場はじわり円高ドル安の流れが続いております。今日の東京市場でも1ドル110円台後半ということで円高気味に推移したということが、輸出関連株などにやや重しになったという面もあります。結果として買い一巡後はやや上げ幅を縮める展開となりまして、結局全引けは日経平均54円高となりました。もっともそれほど円高を嫌気した売りというのも限られておりまして、全体への影響は限定的という見方もできるかもしれません。逆に言いますと円高の割に株価は堅調という見方もできるでしょう。為替の影響の比較的小さい銘柄はもちろんですが、影響の大きい自動車株なども堅調ということでありまして、引き続き内外機関投資家などの買いが入っているという見方もできます。こういった中で世界的な金利の上昇傾向を受けまして、今日も金融株、銀行株が堅調でした。個別銘柄で見てみますと、8411みずほフィナンシャルグループ、こちらが今日も上昇しておりまして、今日このまま高く大引けまでいきますと8日続伸、8営業日続伸となります。昨年来高値更新、他のメガバンクなども揃って昨年来高値を更新しました。あるいは日経平均の寄与度の大きいところではソフトバンクが今日上昇しており、商い伴って上げておりまして、これが日経平均の押し上げにつながったという側面も指摘されます。傘下の通信会社を上場させるという報道が刺激材料になりました。逆に下げた銘柄といたしましては3654ヒトコミュニケーションズ、こちらが結局 16% を超す急落で全引けとなりました。一時は500円ストップ安まで売られる場面もありました。こちらは家電量販店などの営業支援などを手掛けている会社でありますが、先週末12日に今8月期の第一四半期決算を発表して、これが予想外の減益だったということが嫌気されました。以上、今日全引けの模様、東証アローズからお伝えしました。